きましょう。エビスマヨネージャー、イエーイ。いや、これがあってわーでしょ、最初のタイトルコール、はい、いや、任せましょうよ、みんな中途半端な、はい、ということで、はい、今月もエビスマヨネージを盛り上がってお送りしたいと思います。はい、はい、この番組はですね、僕たちが、生存競争の激しい芸能界で、きょうちゃんやる気ある？完全に春から行こうよ。オッケー、ちょっとスイッチ、ね、スイッチ入れば、はい、スイッチ入れてください。生存競争の激しい芸能界でコロナタレント力を磨くため、さまざまな企画に挑戦するチャレンジバラエティーです。イエーイ。ということで、はい、今月もメイン MC を務めますワザプロ恭平です。きょうちゃん、きょうちゃん、そしてプリズマックスの皆さんです。イエーイ、プリズマックスです。まずはですねなんて言ってたんですか。まずは近況報告からお願いしてもいいですか。はい、そうですね、はい、今日あの地元 の, あの出身の高校行ったんですよ。高校の名前言ってました。ええ、言ってないです。行ったの、出身の高校行ったんです。はい、何しに行ったの。あ、ちょっと先生に挨拶しに行きました。ええー。いやいや、もうちょっと広げてくださいよ。俺が広げるんですよ。そうですよ、そうです。先生、どうだった先生は。で、先生相変わらずでしたよ。あと、その代わりあのコンビニでガム買いました。はい、なるほど、ウィンは。いや、飛びましたね。そう、最近ってか、ほら、昨日まで一緒にいたじゃないですか。あ、そうですね。昨日とか、今日の朝までです。うん、なんで一緒にいたの。お、いい質問ない。いや、気になる。なんで気になるでしょ。あのね、きょうちゃんの実家、滋賀なんだけど。ガーシー、ガーシー、そう、滋賀一緒に行ったの。なんでなんで、なんで。いや、そこに理由はないじゃん、実家にちょっと遊びに行く。たまたま、まあ連休がかぶったじゃないですか。いや、知らないですよ。いや、君たちと。あ、はいはいはい、そうそうそう、連休かぶって、じゃあそういう話をしてて、たまたまそしたら、なんか旅したりとか言ってたから、行きたいですみたいな。で、まあ行くことになって、なんか喋るために寒い空気にしようとしてないか。いや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 、それは全然。いや、真剣に話聞いてたんです。それ、目はじゃなかったんですか。俺的には、いや、ウィンは結構ホテルとかに泊まりたがり屋だから、はい、うちの実家には絶対泊まらないだろうなって分かってたもん。あ、そうです、一人行動が多いんでね。そうそうそう、はい、だから、yeah. ホテルに結局泊まって、ホテルで泊まったんですよ、僕。そうそうなんですよ。いや違う、実家あの2泊3日なんで、四六時中ずっと一緒だったらちょっと嫌じゃないですか。このお前が言うのおばちゃん、俺が気遣ってホテル取ってあげたんだよ。優しいな。そうなんですよ、きょうちゃんのお父さんがね。きょうちゃんじゃないんや。まあ俺含めね。でも一族があの一個だけちょっとありがとう言いたいんですけど、ありがとうっていうか、その市が行ったんですけど、僕ご飯代0円でした。全部きょうちゃん持ってくれました。いや、かっこいいな。あ、そういうのも大丈夫だけど。あ、大丈夫。嬉しそう。めっちゃ嬉しそうやん。似合ってしたんですけど。いや、ウィンが、はい、普通琵琶湖ってね、まあ、滋賀県琵琶湖なんですけど、琵琶湖は今の時期、まあ、ほぼ泳がないの、うん、だからほぼ泳いでる人なんていなくて、はい、まだちょっと肌寒い時期もあるし、うんうん、めちゃめちゃ張り切って海パン持ってきてたから持ってこいみたいなこと言っててそう、え、てか琵琶湖って泳げるんですか。泳げる、泳げる、泳げる、泳げる。夏は全然泳ぐんだけど、へえ、俺初めて知りました、それ。嘘つきじゃん、翼。俺泳げないと思ってたんだ。俺言われたのが、つい、この間、でもアメリカ人だから分かんないと思うけど、そんな言い方してねえよ。日本の湖って泳げねえから普通って言われて。マジで。そうだよ、日本の湖って。そうだったんだ。ちょっとね、いやいや、それ盛りすぎやから言い方が盛りすぎよ。翼最近調子乗ってる。いや調子乗ってない。調子乗ってないし全然広がんないと思うけど。ごめんなさい、久しぶりだよね、最近。はい、ということで、ティムは何か分かりましたか。僕はあの、大輝と、うん、エビダンの、もう一人の、あの男の子がいるんだけど。エビダンのもう一人の男の子。エビダンいっぱいいるよね。サトシ君。サトシ、強しです。間違えない。名前間違えんなよ。ごめんなさい、ちょっと今緊張しちゃって。強し君だよ。じゃあ緊張しちゃって。サトシ君。古川強し君。古川強し君がいて、サトシ君。いや、振られるの分かってたじゃん。いやいや、今ちょっと狙ったのかな。狙ってないです。狙ったよ、狙った。狙いました、今。狙いました。忘れる。狙いました。あ、大輝と一緒にスペシャルゲストとして出させてもらいました。ライブにね。ライブに、はい。どうだった。俺、あのね、剛くんの出演
してくれますかって聞いてくれた時に、うん、まず聞いたのが身長剛くんだな、うん、でかかったよね剛くん。そうで聞いた時180と言われました。じゃあ大輝くんの3倍ぐらいある。俺なんで60センチなので、そうで今そういい、ね、そうで、あの初め嫌やったの。あ出るのね。そうでかいやつ嫌いやし俺、うん、です、うん、京平さんがいる。そうだから京ちゃん嫌いだよ。で嫌いやし、で、で、あったの、レッスン、レッスン、こいつ嫌いで終わらせたで、愛してるんだけど、その、つよしくんは、そういえばお前ちょ、で、つよしくんは、すごくいい子やん、もう性格もほんまにいい子、うん、で、もう嫌いになりたくても嫌いになれなかったよねっていう話をちょっと今しようとしたんですけど、でもちょっとブログの写真見たんですよ。絶対こいつだと思うんですけど、つよしくんちょっとしゃがんで撮ってたんですよ。3人って思う、絶対そうだよね。俺もあのフレンドリーに肩組んでるけど、これで抑えちゃう。だってあれだもんね、年で言うと大輝とかのは全然上でしょ。全然上です。たぶん16、7じゃないかな。マジか、じゃあ俺の発行したか。だからひどいな。そう、そんな感じです。今日は、そう、今日は、今日はいいんだ俺は。時間かかっちゃうね。うん、時間かかるんですよ。はい、すごいな。じゃあゆうきちゃん。俺はですね、近況報告って最近あったことですよね。そう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 。あのベッド買いました。ベッド、あのっていうのも引っ越してから、うん、買うタイミングがなくて、なかなかあったんですけど、その心のタイミングがなくてマットレスを使ってたんですけど。引っ越したんだね。はい、引っ越しました。そうですか。もっとすごいことあったじゃないですか。あ、そうですか。インディーズで新曲のアマゾンが、そうなんですよ、週間ランキング、インディーズシングルランキング、はい、はい、なりました。インディーズシングルランキング、なんと1位。おい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、これを見てくれてるホリックのおかげですよ、これは。はい、本当にありがとうございます。ホリックとは、ホリックとは僕らのファンのことを言います。オッケー、はい、ありがとうございます。ね、本当に売れたいことじゃないですか。嬉しいです。応援してきた回ありましたよ、僕も。本当に応援してました。うん、すごいよ。ということで、どうかな、すごい。最初のコーナーは、はい、We Believe Tour Max & Worst News。 イエーイ。はい、このコーナーですね、先日大盛況のうちに終了した We Believe ツアーですが、はい、皆さんこのツアー中にたくさんの思い出あるんじゃないですか。そうですね、あります。あるよね、もちろんホリックたちの思い出がいっぱいあります、あります、と思うんですけども、はい、今回ですね、皆さんのトーク力を磨いていただくために、はい、これの一番嬉しかったマックスニュースと、はい、一番悲惨だったワーストニュースこれを一人ずつ一ネタ発表してもらいます。なんでネタにするんですか。普通に話していいじゃないですか。いや、トーク力磨くためって言ってる。普通に話したらただの談笑じゃん。おお。スイッチ入ってきたよ、京平。いいですね、今日。そして、そしてでもないんですけど。しかし、一番ひどかったメンバーには、はい、これはもう半端ない恥ずかしい目を受けてもらいます。それはその内容は今内容がつまんなかったメンバーですよね。そう、まあ俺の尺で決めるんだけど、はい、尺度で、はい、だからやっぱり面白い、はい、ただ笑える笑かせばいいっていうもんでもないけどね、やっぱりうまさもあるし、はい、で一番寒かった、人にはお仕置きをしてもらうと、はい、まあ、そういうことです。でみんなのね、スケッチブックをもうそれを書いてきてもらってると思う。はい、お、そうですね、横前それを出しながらそれをトーク力を見してもらおうかなと。終わりました。はい、おいっす、おいっす。スケッチブックこちらですね。これですね。おいっす。こんなところにないですよ。こんなところにスケッチブック。じゃあこれね、まあ僕から指名してもいいんですけど、はい、誰喋り最初行きたいっていうのを、はい、まあそれだけじゃ聞こうか。はい、誰最初に喋りたい人いますか。はい、はい、OK、 じゃあつばちゃんそんな人生は、ま、これはマックスニュースとワーストニュースを同時にこう僕がまず両方とも言っていいんですよね。一度マックスから、マックスから、マックスの話です。はい、OK、了解です。さあつばちゃん行ったれ。はい、つばさん、あ、俺に言わして。あ、どうぞ。ドラムロール、あ、ドゥルル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 ル
ででん、オッケー、いいよ。言われるこちらでございます。年越しツアーっていうのはですね、年越しってちょっとうんって 思われたかなと思うんですけれど、僕このツアーの中で、18歳から19歳への誕生日を迎えたわけです。あ、そうだよね。そうなんです、はい。言ってたから。そうなんだ。そうです。で、そのなんかまあもちろん生誕祭とかもやらせてもらって、いろいろそういう中でもあって、あと僕高校生から大学生に変わる瞬間もこのツアーの中で。そうだよね。はい、だからもう僕の中でいろんな環境が変わっていくツアーだったんで、まあ一番でかいニュース、僕が一番嬉しかったのはこの自分が19歳誕生日を迎えられた、ね、それはホリックのみんなにももちろんお祝いしてもらったし、もちろんメンバーにもお祝いしてもらったし、僕はもう本当に僕は嬉しかったんで、もうこれはもう僕だけしかない、ゆきくんもあるか、この誕生日を迎えたツアーということで、マックス、はい、いいね、マックス嬉しかったです。みんなありがとう。これ確かにみんなありがとう。いや、マックスだね。オイス。オッケー、じゃあ。いい話だったね。うん、はい。今のは素敵。いや、いいね。ちゃんとまとまってた、ね。ちゃんとまとまってた。大丈夫。ワーストの方行ってんだよ。あ、ここでもワースト。二人で言っちゃう。二人じゃない。もう一回言っちゃうんですか。うん、そっちの方がわかりやすい。そうです。なるほど。あ、了解です。ワーストのツアー。あ、ワースト、はい、今のダメでしょ。デイリン、あった、何、こちらでございます。財布紛失事件。ああ、これね、これね、どこでね、とんでもないですけど、ミャンマーです。あ、ミャンマーだ、はい、そうだ、マジでミャンマー、ミャンマーもいいですよね、このツアーっていうことで。うん、分かんない、はい、そうなんだろうね。ミャンマーで、ホテルの、レストランで、あれ、朝ごはん食べてたんですね。で、その、まあ、集合時間とかもあって、とりあえず IBA のティム君と朝ごはん行って、ね、で、バイキングだったんですよ。ビュッフェ、ビュッフェスタイルで、うん、そのテーブルに持ってった財布とかを置いて、うん、バイキング取り行ったんですね、うん、そしたら財布ないって気づいて、途中で財布が、そう、うん、マジかってなって、そう、それでこう財布をなくなって、そういろんなそのホテルのセキュリティの方々にも動いてもらって、うん、ちょっとなんかその結構これは一大事だっつって、このレストランでこんなこと今まであったことないっつって、うん、でしかも要は英語だから、向こうもあんまりコミュニケーションもそんなに僕取れてなかったんで、そこでまたちょっといろいろティム君にお世話になって、うん、っていうので、まあ結局財布見つかったんですけれど、うんうんうん、そしたらそのホテルの、どこにあった、あ、そのホテルの店員さんが取ってたんです。取ってた、はい、取ってたって言ってもこれいろいろあって、僕の財布はミャンマー のチャットが入ってる財布はなんか地図の柄が書いてあるちょっと可愛らしい財布なんですね、うん、財布に見えない、そう、財布に見えないやつで、地図の柄だったんです。で、その地図を忘れたんだと思って、その店員さんはで、あ、忘れ物あると思って入れたらしいんです。そしたら実は財布だったっていうことで、店員さんがまあ預かってくれてたっていうことで、そう、まあ結局いろんな方に迷惑かけてしまったんですけれど、まあ僕財布なくしたことなくて今までで、うんうん、そう、それでもミヤマ初ということで、もう僕の中でも大ニュースでした。だからその見つかるまでにちょっと時間があるわけじゃないですか。僕の地元ミャンマーめちゃくちゃこいつディスってました。いや、すぐパクるのみたいな。ああ、そういうことね。違う、なんかやっぱそのやっぱりその俺最初やっぱ絶対置いたし、テーブルには、うんうん、僕の過失ではないんです、明らかに。で、絶対置いたの、うん、そしたらもう置き引きしかないじゃないですかと思ったんですよ、僕は。そう、なるほどね。それで、そのいろんなことが巡らしてしまってね、こう、確かに、そのホテルのセキュリティのそう、ごめん、こんなもうゴリゴリのおじさんとかもうお世話になって、なるほどね、すごかったです、あれはね、はい、まあ、本当に大変だったね。大変だったいや、これはもうワースト、多分すごい、めちゃめちゃ焦りました。テンパったと思うんだよ、はい、めちゃくちゃ焦りましたよ、マジで。そのテンパった感は今一切伝わるから、うん、確かに。いや、でもやっぱ上手いトークしようと思って、そうでもめっちゃ焦りました、本当に。ちょっとやばくないですか、ちょっと、うん、いやいや、これはもう後で僕が判断します。あ、じゃあ次、オーケー、つばちゃん、ナイスナイス、はい。だからみんな、あの、ミヤマ行った時は財布置かないようにしましょう。まあ、ミヤマじゃなくてもね。またディスった。何ディスるかな。ディスじゃない、はい。じゃあ次、大輝行こうかな。はい、ウィス。いいですか。はい。デリン、風邪をひかなかった。そうなんですよ。僕らプリーズデビューしてからいくつかね、3、4回ぐらいツアー回らせてもらってるんですが、うん、多分
各箇所1回2回3回目全部引いてるんですよ。ましてや PV 撮影前なんか39度以上来てたりとかやってて、で今回もう2ヶ月近くツアーを回らせてもらったんですが、今回は本当に健康でこのツアーを最後まで乗り越えられたなと。でツアー終わってからも結構抜けて風邪引きかけたんですよ。でもその時も薬を一切飲まずにもう気持ちだけで勝ちましたって。で今も元気にこうやって頑張れてるんですよ。何なんですか、そのツアーの時は風邪ひくスタンスみたいな。そうで、そう前回ツアーで風邪ひいた時に本当ライブ出れない状態、次の日にライブだったんですよ。で、マネージャーと話してる時にもう本当に行きたいけど行けるか分かんない、って時に大輝どうすんの明日っつって、で僕言ったのが行く方向でっつったんですよ。それから俺はメンバーに大輝いじられる時は行く方向で、曲でもある抱きしめていくって曲があるんですけど、大ちゃん抱きしめていく方向でやろうよとか、なんかすごく いじられるようになったな。メンバー内ちょっとネタになって、だってライブですよ。ライブって要はもう生、いやこれちょっと一個いいですか、はい、これ一人の人が話をパーッと自分で完結しなきゃいけないんですよ、ね、要は僕が隣からなんかウィンガーとか話を広げたりしたら、あ、ダメだ、結局あ普通のトーク、自分のトークじゃなくなっちゃうから。そうなんだ、ね、うん、だから一回自分でまとめて後からコメントした方がいいですね。なるほど、じゃあそういうスタイルでいい。はい、ということで以上です。しかも、はい、ちなみに今よーく見るとね、顔めっちゃ汗やばいから。オッケー、いやもう一個残ってるよ大輝。はい、いくよ。はい、ドゥルルル、これワーストですね。これワースト、はい。ディリン、プシュッチュッ、ツアー T シャツ。お、これは何ですか。はい、なんだよそれ。そう、これ今回ツアー T シャツはツバちゃんがデザインしたんですけど、はい、そこじゃなくて、僕らは先にそのツアー T シャツのサンプル品を T シャツもらったんですよ、はい、で俺もらった瞬間にレッスン着として着てて、まあ、気に入ってたし、はい、んで汗だくになって家帰って洗濯したんですよ、まとめて全部、はいはいはい、まとめて洗濯したら僕のカラー紫だったんですけど、うん、その紫色のカラー色が全部僕他の洗濯物に馴染んじゃって、で白 T とか全部ダメになっちゃったんですよ、うんうん、でも大丈夫大丈夫、これはね、そのツアー後だからいいんだけど、うん、やりづらいなおい。拾ったり拾ったり。だから本当にね、気に入ってることが全部ダメになったからね、つながったなっていうワーストでした。ワーストだ、はい、これはね、はい、なるほど、やっぱ大輝はまとめるのがうまいね。さすが、さすがうちの、これじゃろ、欲求つけてた方がいいかもね。欲求ね、欲求をこう、感情を、起承、起承転結、起承転結の話じゃねえよ、起承転外、起承豚骨、違う違う、起承豚骨じゃねえよな。OK、じゃあ、はい、次はウィンでいこう。よし、なにこれ、もうやだ、早く言われたら。はい、いきますよ。はい、ドゥルルルルルルテリンジャン。はい、ウィンのマックスニュース地元にてライブ、さっきもちょっとつばちゃんが言ったんですけど、ミャンマーでね、僕らライブしたんですね。すごい地元、ほら国がもう違うからなかなか帰るってそんなに僕はなくて、毎年帰れてる人もいるんですけど、僕全然帰れてなくて、で久しぶりに帰るのがこの仕事で帰れるってなって、うわーみたいな、めっちゃもう僕の中でめっちゃ楽しいわけですよ。ミャンマーでライブ、イエーみたいな。でも日本のそのイベントさんのところにゲストで、出してもらえるみたいなところで僕ら出たんですけれども、うん、いやーもうほぼライブね2日間あって1日2回なんですよライブが、うんうん、で日本から来てくれたホリックもいて、うん、すごく嬉しくて僕は。でやっぱいろいろあったんですけど、うん、何よりもそのすごいあれだったのが、ミャンマーの人たちってそういうアイドル文化っていうのがあんまりなくて、うん、こうなんかダンスボーカルユニットみたいなのが全然なくて、うんうんうん、みんなそのライブを見るのも大体ほんと椅子に座ってホールでライブ見るような感じで、盛り上がってもちょっとこんぐらいみたいな、で僕の親戚もみんな見に来るわけですよ。で僕がちっちゃい頃からもう僕のお母さんのように僕を見てくれてた方とかもいて、方もいて、でもう僕はもう汗だくで歌ってるわけじゃないですか。で僕 MC の立ち位置一番端っこなんですけど、こう喋ってる時に汗ガーンかいてるわけですよ。そしたらもうライブの途中にもかかわらず、その僕のお母さんみたいだった人がもうティッシュをこう出して、なんか私の声だとして発表会かみたいなみたいな感じのありつつ、
すごい楽しいライブだったかなって。なるほど、ね、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、怖え、これマジ分かったわ気持ちが。いやでもこれはグイグイ行く感が良かった。そうですね、いや途中でみんなのリアクションがないとね、やっぱそうだな。リアクションはみんなうなずいたんですよ。本当ですか、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、ドゥルルルディリンデレッドゥイス。ワーストニュース、喉を壊すなんですけれども、今回が今までのツアーの中で、ツアー日数自体はそんなに多くなかったんですよ。そうだよね。そうです、うん、でもツアーの密度的にはワンマンもあったし、生誕祭もあったし、ミャンマーライブも、まあ、ミャンマーライブもあったし、ね、そうです、リハーサルとかね。そうなんですよ、で、めちゃくちゃ濃くて、で、今回一番僕らの中で一番大きかった箱を立ったんで、うん、そうです、立たせていただいた。そうです、イーストでワンマンやったんで、そのリハーサルも結構みっちりやって、うん、ということで、もうほぼずっと毎日のように喉を使ってたら、うん、あ、自分そんなに喉強くないなっていうのが分かって、ワンマンの4日前にやった池袋ツアー、うん、池袋サンシャインの時にもうサンシャインシティ、サンシャインシティシティ、ありがとうございます。サンシャインシティでライブする前に医者に行って、うん、でも医者が歌うんだったら喋るなって言われて、もうずっと僕マスクですよ、うんうん、で中でもバーッ、もうこのリハーサルとかでもうずっと黙ってるわけですよ、うん、でやってもう、はい、ライブバーッ終わりましたみたいになって、やっと喋れるわけじゃないですか、ライブ歌い終わったしその日はみたいな、でもうわーって絡みに行くわけですよ。そしたらもうこいつらも疲れ切ってるから、もうなんか、もうなんだるいみたいな感じで、ということが、次からはちゃんと喉を壊さないように。でもやっぱね、不思議なんですよね、ホリックに会うとなんか未知の力が出てきちゃう。歌えちゃう感じ。はい、喉を壊してて声が出なくてもホリックがいれば声が出る。すごくやっぱホリックの力すごいなって改めて。それ言えばいいと思ってるよ。どうなっていくのこれ。マジむずい。ありがとうございました。はい。もう愛想笑いやめて。イエーイ。イエーイ。なるほどね。イエーイ。やっぱワーストニュースが難しい。ワーストニュース難しい。難しい。難しい。いいやつはぐいぐいいけるもんね。ワーストが落ちます。次は勇気。行ってみようかな。はい。じゃあ、良かったニュースからいきますね。 OK、 良かったニュース。はい、ユーキはうまいよ。ベビー、じゃん、周りの環境が、変わったこと。お、何ですかそれは。かじんないでよ、これ。周りの環境っていうか、このスタッフさんとかが、うん、ツアー中にこう一層全てが変わったというか、おう、その変な良かったんじゃないですけど、はい、僕そういうの結構その、なんていうんですかね、そのプリズ、今までスタッフさんよりプリズのメンバーの方が多かったんで、ああ、なんかちょっと自分たちでしかやってないのかなっていう寂しさがあったんですけど、うん、なんかこうイーストライブのワンマンとワンマンなんだっけ、イーストライブのリハーサルとかに進むにつれて、こういろんな方々が、ね、うんうん、いてくれて力強さっていうのがあったので、で、すごいなんかいいなーって、まあ周りの環境の変化がね、そうですね、いろんな人に支えられてましたね、あの時はね。そうです、それが良かったことニュースですね。うん、はい、じゃあ次次行ってみようかな。はい、行きます。はい、じゃあ行きます。ドルルルルルじゃん、花粉症のせいで、辛かったな。これはですね、これはですね、花粉症なんですよ、うんうん、花粉症ね、俺、はい、で、スギ花粉、イネ花粉、ヒノキ花粉とこう3段階全部食らっちゃいまして、はいはい、うん、もうやめましょうか、時計見てるなら。違う写真撮る。そうですよね、はい、それで、特典会の時にマックスやばくなっちゃって、おーいマックスやばくなっ、マックスやばくなっちゃって、なんかターン、プリズの曲って結構ターンが多いんですよ、レディとかなんか来るみたいな、その時に汗じゃないものが鼻から飛ぶ。俺もお前それあったよ、鼻水が飛ぶんですよ。で、すごいなんかマネージャーが本番前に僕に言ったことが、いや、プロは本番はそういうの大丈夫だからって言われたんですね。あ、そっかそっか、俺プロだし、じゃあなんだ、本番で花粉症なくなるんだって思ったら、なんか袖っていう楽屋が出た瞬間にヤバくなっちゃって、あ、でもまあこれステージ立ってないからまだ本番じゃない、うんうんうん、立った瞬間にいきなりヤバくなったんですよ。でもまあ特典会とかもなんか、まあ、目からも目も赤くて鼻水も出て、なんかすごい辛かったなっていう思い出ですね。以上です。えぇ、ー、なるほどね。いや、やっぱ今、辛いの変わりました。
ツアー中じゃないですけど、この空気感が辛いです。うまい。チームですよ。まあね、これは辛いと思うけど、面白い時にわざと笑わないでおこうみたいなのはないからね。いやいや、正直に普通にやってるから。だって俺がさっきやった時も笑ったじゃん、マックス。何ですよ、俺に対してね。